はい、どうも皆さんこんにちは、トップシのサスケです。今日はオンライン単制覇というテーマで動画を撮ってきます。で、今日の動画は前に出した、インターンに通過するための動画ではなくて、インターンに受かった人たちが、そこで一番の結果を出すための動画です。で、今日の動画を見たら、一番の結果、つまりですね、早期選考に乗って、内定が早く取れるっていう、ここにぐっと近づけるような動画になってますので、ぜひ最後まで見ていただければというふうに思ってます。で、まず本題に入る前にインターンの目的だけ整理しておきましょうと。インターンの目的が、さっき言ったやっぱ早期選考に乗って内定が早めに取れるところですね。ここは実力が発揮できた時のアップサイドの、リターンということですね。で、もう一つが、やはりこの経験値の獲得ってことで、そのインターン内容によってはいろんな経験が積めるってことですね。いろんなマーケのスキルが磨けたりとか、セールスのことが分かったりとかっていうところが一つあるかなと。で、もう一つは、業界企業理解ってことですね。その業界や企業に詳しくなるっていうところ。この3つが大きくあるかなと思っていて、今回はこの1個目ですね。早期内定っていうところ。ここを目指した動画になってますってことです。で、もう結論ですね。早期内定獲得のために5つポイントを押さえて、5つです。で、こちら5つ先に出しちゃいます。バーッとね。はい。こちらの5つですね。で、こちらの5つを押さえていただければ、繰り返しになりますが、あと早期選考に乗れる確率というのはぐっと近づくかなというふうに思ってます。で、まず、この社員とのコミュニケーションですね。ここに注意っていうふうに言ってるんですけども、ここは一番最初の大事なんで、一番目に置いてるっていうところですね。で、こちらはどういうところに注意するべきかっていうと、結構、やっぱりインターンだから張り切って目立たなきゃっていうことで、社員さんがですね、グループのテーブルに来た時にだけ、発言を多くしたりとか、声を大きくしたりとか、社員さんに多めに絡んでみたりとかね、そういう目立ち方をしようとする学生が非常に多いんですけど、相手はプロですと。もうそういうの全部見抜かれてるんですね。で、やっぱりその学生がふっと気を抜いた時とか、そういうところもしっかり見られていて、結局は、そういった、なんですかね、社員がいる時だけ目立つみたいなことをしてる学生は、逆に印象が悪くなってしまうってことがあります。で、どうやってコミュニケーションを取って、アピールしていけばいいかってことなんですけど、ここでのテクニックとしては、やっぱり、インターンの、グループワークの目的ってアウトプットの最大化ですよね。グループワークして、グループが出した結果を、どれだけのものになったのかっていうところを社員さん見ていると。そこの過程と、その中でどういう役割を果たしたかというのを見てますけども、そのやっぱ結果の部分ですよね。そこには、かなり比重がかかっていると思って間違いないです。なので、一つテクニックとしては、最後の発表の時ありますよね。成果発表のところ。ここって結構、みんな恥ずかしがってというか、もう十分家庭でもアピールできてるし、最後全員に見られながらマイク持っていろいろ発表するの恥ずかしいですよね。それでちょっと嫌だっていう学生多いんですけども、ここの役を買って出るっていうのは、非常に、いいかなというふうに思ってます。で、なぜいいかっていうと、やっぱり最後のところって、嫌味なく、自然に目立ってるところですよね。で、主体性もアピールできると。で、しかも、その発表したっていうことは、そのアウトプットの内容を全部網羅的に、漏れなく、ダブりなく説明しているわけですよ。ということで、この全体理解をしているなっていう印象も与えることができますし、で、しかも、その発表した後に大体質疑応答ってあると思うんですよね。で、ここでのやり取りとかっていうのが、やっぱり面接官もかなり見ているので、選考官ですね、かなり見ているので、ここの役を買って出られるっていうのはかなり大きな、メリットになります。もちろんね、その質疑応答で、かなりまずい応対をしてしまったりすると、マイナスっていうのはあり得るんですけども、基本的には、アピールする場として、自然に取れるところっていうのが、やっぱりここを一つあるかなと思います。で、僕の、サロンですね、インターン生とかたくさんいるんですけど、やっぱり内定を取った子たちっていうのは、そういった役割を、経て、早期内定で、前に進んだっていう学生が非常に多いので、ぜひぜひこの動画を見てくれたみんなはね、最後のその発表のところを買って出て、しっかりここでアピールするっていうのを意識してもらえるといいかなというふうに思ってます。はい。で、次2点目。事前準備が大切ってことなんですけど、これは特に、コロナがあって、オンラインターンが増えた、がゆえに、より大事になってきてるっていうところですね。どういうことかというと、やはり事前課題とかが設定されるケースも増えてきたんですよ、オンラインターンで。で、やはり、なんですかね、この、実際に顔を合わせて、会える時間っていうのがないので、やはりこのオンラインで会う時間っていうのは最低限だと。で、そうすると、やはり個人活動っていうのは増えるんですね、事前準備っていうことで。そういうところの質とかっていうのが絶対問われてるっていう部分があるので、ここはすごく大事になってきてると。で、課題をやるのは当たり前なんですけど、結構内定を取ったインターン生たちがお勧めしてたのが、自分で説明資料とかを作るとかですね、やっぱりその課題プラスアルファでできる準備をしていくっていうところだと思います。やっぱりこういうところでの主体性だったりとか、その準備してきたものの質っていうところっていうのは、プラスアルファでアピールができるところなので、やっぱりやるやらないでやった方がいいですね。非常に忙しいと思いますし、めんどくさいと思うんですけども、やっぱりそういったところで資料を作って、画面越しに、自分のターンが来た時に限られた時間の中で、
できるだけ分かりやすく、質を最大化するための手段としてそういった資料を作り込んだりっていうのは、やっぱり早期選考に進む上で評価を得る上で、非常に大事なポイントかなというふうに思ってます。まあ、こんな感じで結構そのオンラインになるとやっぱり自分が発言する場面っていうのがはっきり出てると。で、自分のターンもはっきりするし、とはいえ、自分のターンっていう時間もそんなに多くはないっていうことで、ここでどういうパフォーマンスをするかっていうのがめちゃめちゃ大事になってくるんで、その手段として、こう、資料を作り込んでやっていくみたいなことは、結構大事かなというふうに思ってます。はい。で、三つ目、協調性が大切ってことなんですけど、これは、言うまでもなくっていうところなんだけど、あえて入れてるんですよね。なぜ入れてるかっていうと、皆さんが思ってる以上に協調性大事だからなんですよ。いや、サスケさん、協調性大事なの分かってますっていう声が聞こえてきそうですけども、それでもまだ分かってないっていうので入れてますね。で、やっぱり、社会に出てから、この能力っていうのは非常に重視されますし、ここをね、しっかり抑えてない学生っていうのは、さんで厳しいです。なんで、オンラインでね、特に、発言のターンとかも明確に分けて、まあ、画面をね、分け合っていかないと、まあ、議論にならないですよね。そういうところで、やたらめったらこう、まあ、ズームで自分のカメラ向いちゃうようなぐらい、もう喋ってしまう学生とか、っていうのは、かなりまずいので、この協調性っていうのは、もう意識しすぎても、しすぎないっていう、ぐらいなんで、もうかなり、ちゃんと意識してやりましょうということですね。で、議論をうまく進めるコツは、もうグルディスと同じなので、グルディスの動画を僕出してるんで、そっちを見ていただければと思うんですけども、やっぱり相手の議論、相手の意見を立たせながら、やっぱりしっかりやっていくっていうところが、大事になってくるかなというふうに思ってます。はい。で、次ですね、4つ目、オンライン飲み会の企画なのっていう、これちょっとまあイレギュラーなところなんですけど、どういうことかというと、やっぱり、結局、その、インターンのアウトプットを最大化する上で、チームワークだったりとか、まあ、それぞれのパフォーマンスすごい大事ですよね。で、やっぱこういった風に、グループの雰囲気がうまく作れているチームっていうのは、アウトプットの質も比例して高くなる傾向にあります。で、一方で、まあ、個人個人で作業してしまって、なかなかこうコミュニケーション取れていない、個々の能力は高いんだけど、みたいなチームって、まあ、アウトプットの質って必ずと言っていいほど下がってくるんですね。なので、これ結構くだらなく思えるんですけど、ちゃんと自分が主体的に、ちょっと今日よかったら夜、いっぱいやらないと、ズームだけどもっていう形で、しっかりとコミュニケーションを取る機会を主体的に取っていくと。そうすると、チームの動きも活性化されるし、で、やっぱりそういう、きっかけですね。まあ、発案をした人っていうのは一目置かれるんですよ、グループの中でも。で、たかが飲み会を提案しただけで、まあ、チーム員からポイントを得られるってめっちゃラッキーじゃないですか。これぐらい皆さんできますよね。で、しかも、まあ、そういう話とかが、まあ、この選考官に伝わる可能性もあるんですよ。チームでなんか、例えばこう、コミュニケーションだったりしたのとかって話をするときに、いや、実は〇〇くんが、企画をしてくれて飲み会ありました、みたいなときに、そういう主体的な行動ができる子なんだと、協調される子なんだっていうふうに思ってもらえる可能性があるので、まあ、こういったアクションっていうのはめちゃめちゃ大事ですね。くだらなく見えるんですけど、すごい大事っていうところなんで、ここは、できればやってみるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、5つ目。これも大事ですね。伝えるよりも伝わるですね。もうこれマークが2つついてますけど、まあ伝わるのが超大事だよということで、まあオフラインであればごまかしが効いた部分が、オンラインだとやっぱなかなかごまかし効かないっていうところですよね。自分はこう伝えたと。メンバーに伝えたと。でも、実際それが伝わってるかどうかって別問題で、伝わってないと意味ないんですよ。っていうことで、もうとにかく分かりやすく話すっていうこととか、まあ相手が喋ってる時は相手の意見を聞いて、自分も伝えられる側の時は、伝わる努力をするとか、まあ、こういった、結構くだらないところなんですけども、ここを意識するだけで、だいぶチームのアウトプットの質が変わってきますね。っていうことなんで、もうとにかく伝えただけでは意味がないと。で、相手に伝わって、相手に理解されなければ意味ないってことを意識して、取り組むと、非常にいい、インターンになるんじゃないかなというふうに思います。はい。という感じで、5つ言いましたけども、おさらいしますと、社員とのコミュニケーションに注意ということ、事前準備ですね。あと、協調性。で、オンライン飲み会比較してみましょうということと、伝えるよりも伝わるですよっていうところですね。はい。こちらの5つのポイントを押さえていただければ、ぐっと、早期選考に乗れる可能性が上がって、結果、早めに内定が取れるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今ね、インターン受かった子たちっていうのは、まあ、ES とか面接で確かな実力を示して、進んでいると思うので、自信持って言っていただければいいと思うんですけども、まあ、その中でもね、まあ、今日言った内容ってそんなに大した内容ないと思うんですよ。これを抑えるだけで、全然周りの学生差別化できるんで、しっかりね、ここまで来たからには、やっぱ内定を早めに取って、今年の就活を有利に進めていただければなというふうに思ってます。はい。で、最近は、うちでは、まあ、インスタとか、ツイッターですね、力入れてるんで、ぜひぜひフォローしていただければと思います。概要欄に貼っておきますね。で、サロンも、引き続き運営してますので、就活の仲間欲しい人は、ぜひぜひトップ賞サロン応募していただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。See you next time.
バイバイ。